どうもだるいもんです。ただいまより富士山に向かいたいと思います。ちょっとね、回るかわかんないんですけど、雪のあるとこに行ってちょっと犬を遊ばせたいと思います。行けるかな。前々から気になってたんですけど、なぜここにモアイがあるんでしょうね。もう少し向こうに行けばモアイと富士山が撮れそうなのですが、ちょっと距離的に無理かな。まあこんな感じで富士山とモアイです。はい、水葛川公園にやってまいりました。まあ先ほどよりね、富士山も近づいてすっごい大きく見えます。なんと登山道か、もうはっきり見えますね。ああ、でも雪が全然なかったよ。あそこの辺の上の方がちょっと雪があるのかな、凍ってんのかなって感じですけどね。雪全然ないね、この木で。小麦くん初めて氷の上です。なんか氷舐めてるよね。本当、今日の目的地はですね、この真正面のところなんですよ。雪遊び広場って、ここを目的地に来たんですけどね、雪が全くなかったんですよね。富士山がね、結構雪があるんで、ここまで雪があるかなと思ったら全くなかった。本当ここで犬と雪遊びをしたかったのです。まあ、ちょっとこう下の方に氷が残ってるぐらいでね、溶けちゃったんでしょうね。これ、この辺にちょっと氷溶けないのが残ってるぐらいで、うん、まあしょうがないですね。とりあえず水葛川公園まで来たのですが、雪がないんでね、しょうがないので帰ろうかなということになっております。なんか別にこれといっているところもないしね、犬がいるから入れるところも少ないと思うんで、帰るしかないですよね。そして休日なのでどこ行っても混んでそうだし。はい、とりあえず麓まで降りてきました。なんかやっぱね、寄るところがないんですよ。ということでのんびりと帰りたいと思います。とりあえず今御殿場のファーマーズ御殿場、こちらで何かを買って食べながら帰ろうかなとか思ってるんですけど、なかなかね、やっぱ犬とか猫連れてるとレストランとか入れないからね、うん、寄るところも寄れずそのまま帰ります。韓国焼肉キンパファーマーズ御殿場で買ってきてもらいました。なんか奥さんはうずらの串フライなるものを買ってきてる。そしてね、ちょっとさっき富士の下りでね、鳥が出てきて、ちょっとブレーキ踏んだらライカがすっ飛んできました。まあちょっと、まあ問題はないみたい。助手席の上から足元に向かってゴンって飛んでったけど、よかった。こんなもん傷ついた日にはもう二度とどうにもなんないからね、よかったよかった。いただきます。うーん、初めて食べた。うーん、自分は普通の太巻きの方がいいかな。うん、なんかあんま食べれ慣れてないせいか、太巻きの中に肉が入ってるっていうのはなんかちょっと違和感があります。うん、でも食べ慣れてきたらあれなのかな。うん、まあ、まあ、まあまあ普通なのかな、よくわからんわ。さあ、とりあえず腹ごしらえもできたので帰りたいと思います。さあ、どうやって帰ろう。高速乗っちゃった方がいいかな。なんか下道をぐらぐら行ってもね、なんかしょうがない気がするんで、高速でスパッと帰ろうかな。御殿場の爽やか3時間30分待ちですよ。すっげえ、爽やか好きな人は好きなんでしょうね。はい、とりあえず高速に乗って、ただいま足柄サービスエリアに来ております。ここにある時の住処のところにある、あごだし、粉末のあごだしなんか結構おいしいんで、よくうちで使ってるんですけど、在庫がなくなったので奥さんが買いに行っております。私と小麦くんと小次郎くんは車の中で待っております。なかなか帰ってこないところを見ると、奥さんなんか相当買い込んでるんですかね。
それかなんか混んでるんですかね。どうなんでしょう。お、あんなところに白色のスープラが。なんか奥さん全然帰ってこないんですけど、迷子にでもなってるんでしょうか。何を大量に買い込んできたんですか。何を大量に。お魚とあとわさび漬けとあとイカの塩辛。あとなんか桜エビね、やばかった。2000円。あ、結構しますね。まあ何しろ奥さんはいろいろと買い込んできたらしいです。さあ、道が帰る前に帰りますか。家をだいたい7時過ぎぐらいに出て富士山行って帰ってきたのが12時40分。富士山に俺何しに行ったんでしょう。雪が降ってないのがいけなかった。まあね、なんか降ってると思ったんですけどね、全然積もってなかったんで、あっという間に帰ってきてしまいました。さあ、しょうがないから散歩行こう。はい、富士山から帰ってきて、まあやることもないのでただいま伊勢原駅に向かっております。はあ、なんか美味しいものないかな。はい、とりあえず伊勢原駅到着です。来たのはいいんですけど、どうしようかという話になっております。なんか駅のところに新しくなんか寿司屋というか、なんていうのあれ、持ち帰りの寿司屋みたいのができたんで、そこをちょっと覗いてみて、それから考えようかなとか思っております。さあ、どうなるだろう。今夜美味しいものは食えるのか。まあ食えないだろう。なんかちょっと中華料理屋さん美味しそうだけど、ちょっと麻婆豆腐うまそう。酸っぱい野菜の方。本当かよ。スワンタイユー、読み方は合ってんのかな。奥さんは酸っぱい魚とか言ってますけど、ほんとかよってね。あ、なんか上の餃子うまそうじゃない、羽根付きの。今度さっぱりではない、うん、麻婆豆腐もうまそうだけど、今日はさっぱりしたものを食べようという話なので、今日は違うとこ行こう。さあ、そこにできた千代田という持ち帰り専門のお寿司屋さんなんですけど、どうなんですかね。と見るだけ見ていこうと思います。どうなんですかね。美味しそう。寿司屋で買おうと思ったのですが、この暑さ家にまで持って帰るとちょっとあれなので、サイゼリヤに行くことになりました。富士山まで行って帰ってきて、結局サイゼリヤ。どうなんでしょう。サイゼリヤに来たけど、なんとなく帰りに寿司も買って帰る気もしなくもない。なんかハンバーグステーキにしようと思ったんですけど、なんかよくわからない、こちらにしてみようかなと思います。なんか野菜でこうブロッコリーじゃなくてカリフラワーってのないんですかね。自分カリフラワー大好きなんですよね。奥さん安定のビールです。なんだかんだ結局さっぱりしたもんじゃなくてこってりしたもん食ってるんですけど、どういうことこれは。なんかまたビール注文してるよ。え、なんで怒ったの。あなたが注文するもんなんかビール以外ないでしょよ。なんかちょっと違うかな、ハンバーグはいまいちだな。今度からやっぱりドリアにしよう。まあこれは好みの問題かもしれませんが、自分はこのハンバーグはちょっとダメでしたね。ということで次回からドリア、それかピザで行きたいと思います。サイゼリア、はじめは1600円だったんですけど、奥さんがビールをもう一杯注文したことにより2000円になりました。ぴったり2000円。さあ、お腹もいっぱいになったので、また歩いて帰りますか。お腹いっぱい、苦しいです。しかしまあ駅前のこのどっちのスーパーもなんかお店がガラガラっていうのはどういうことなんでしょう。サイゼリアでちょっとお腹いっぱいになったんですけど、ちょっとね今時間が早いんで夜お腹空いちゃうかなとか思うんですよ。ということで寿司2貫だけ買っていこうかなとか思っております。はい、お寿司買いました。これで夜お腹が空いても安心です。さあ、あとは一生懸命漕いで帰りたいと思います。大根1本100円、そしてあそこにあるカブ1個50円。あれ、大根もおでんのカブと何が違うの。おでんの大根100円とこっちの大根100円、何が違うんだ。太さだけか。まあとりあえず株を手に持つんだ。これがね、株かと思ったら大根らしいんですよ。聖護院大根っていうらしいです。でもこれちょっとスライスして甘酢漬けにしたいと思います。この大根すごい立派。ちょっと150円入れましたか。はい、どんどん焼き。あ、もうこんな季節ですね。はあ、もう梅のつぼみがつき始めてますね。ああ、そして
来月は河津桜か。今年も行けたら行こうと思います。ふと思い出したんですけど、確かこれなんか家の中にあった時1メートルくらいなかったよね。それから株分けして小さくなったのかな。どうなんでしょう。なんか確か昔巨大なのがあったんだよね。はい、という感じで今日なんかあっち行ったりこっち行ったりして1日が終わってしまいました。まあなんか充実した一日といえば一日なのですが、ちょっとまああっち行ったりこっち行ったり忙しかったです。まあという感じで今日の Vlog はこの辺で終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バット評価、何でもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。